平和ボケだなんだとこう、非難するような人とかって結構いたりはするんですけど、現状日本って平和だと思うんですよね、今のところ。なんかニュースなり、インターネットなり、SNS なりを見ていると、まあ、きな臭い話なりなんなりいっぱい出てきはするんですけど、で、そういう情報とかを見ていると、まあ、このままでは第三次世界大戦になってしまうかもしれないとまで言ってる人が出てきていると。しかし、現状日本はそういうところに本格的には巻き込まれていないというのか、経済の面で、なんて言うんですかね。ちょっとその物価が上がったりして、景気があまり良くなくなってきているっていうのはあったとしても、とはいえ、この日本で過ごしている毎日の生活って、どうでしょうと。あまりに慣れきってしまって気づいてないだけなのかもしれないんですけど、僕はめっちゃいいんじゃないんですかって思うんですよね。別に何かをしなくてもいいと思うんですよ。今日もまあ、家のベランダの部分がテラスみたいになってるっていうのか、そこで、外をただ単に眺めてたんですけど、もう、これめっちゃ平和やんって思ったんですよね。で、めっちゃ世界は綺麗ぞと、美しいぞっていうのか、別に観光地でも何でもない単なる住宅街みたいなとこなんですけど、まあ横の方を見たら山がちょっと離れたとこにあったりとか、そのグリーンを見たりとか、空のブルーとか、雲がちょっと白いのとか、こう見ていると、めちゃくちゃ綺麗なというふうに思えるっていうんですかね。別にこれだけでも、すごく安らかな気分になれるというのか、現状これが僕は現実だと思うんですよね。安らかな気分でいても大丈夫。この日本においてというのか。なのに、なんかテレビとかメディアとかニュースとかそういう情報って、なんか、やばいことになってますよみたいな。不安にさせるような情報ばっかりが来るんですよ。で、まあそれはそういうふうな不安にさせようとしてるっていう部分もあるかもしれないんですけど、しかし、それって単なる幻想なんですよね。日本ではないんですよ。そもそもそういう場所があったとしても。今僕らが住んでるこの日本ではないことは確かなんですよね。まあ日本の中でも大変な目に遭ってる人はいるとは思うんですけど。だから、むしろというのか、今後世界情勢が悪くなって、日本も大変な目に遭ってしまうかもしれないんだって思っている人ほど、この今の平和な時期を存分に味わわないともったいないですよと思うんですよね。日本がそのイスラエルとガザの戦いみたいな状態になったら、こんな安らかな気持ちでぼんやりしたりできないんですよ。じゃあそれが今できるなら、僕は存分に今味わわないと、なんか陰謀であるとかなんだっていうところにその神経を持っていかれて、なんていうんですかね、こう勝手に不安になってるっていうのか、不安に全くなる必要ないし、誰かを恨む必要も全くないはずやのに、別に不幸でも何でもないのに、なんかそういうことをこう思い込んでしまうというのか。もし本当に日本がそういうふうな悲劇に巻き込まれ出したら、どうするんですかと。多分後悔するんじゃないんですかと。あの平和の時に、あの平和な気分をもっと味わっといてよかったと。だから、この現実を、しっかり、現実が一番大事っていうふうに、僕は思いたいんですよね。これが正しいのかどうかはわからないんですよ。不安に思いながら生きていく方が、人間の生き方として正しい可能性もあるかもしれないんですけど、僕は、今が平和であるなら、これが貴重な体験になってしまうかもしれないのであるならですよね。今後、戦争に巻き込まれるんだとか言うならば余計にですよね。今はこの平和な状況を、もうより一層噛み締めるというのか、味わい尽くさないと、なんかそんな不安とか、なんていうんですかね、心配とか、陰謀とか、そんな、なんか戦争とか、そういう、その不安をあるようなことを、別に考える必要ないんじゃないんですかって思うんですよね。
なんか気分が下がるだけなんですよね。もったいないんですよ。せっかくこんなに平和やのに。楽しいこといっぱいあるんですよね。昨日もサッカーやってたんですよね。日本代表の親善試合なんですけど、僕はサッカー好きなので、これも平和じゃないとこんな味わえないんですよ。めっちゃ面白かったと、純粋に味わえるというか、隣で戦争が始まっているみたいな、そんな気分で見てたら、あまりサッカーに集中できないですよね。でも今は平和やから、そういうお楽しみというのか、そういうのがその人々をコントロールするためのなんとか政策なんだみたいな、サイエンス政策なんだみたいな言う人いるんですけど、じゃあそう言っといたらいいじゃないですかって話なんですよね。楽しめるものを今のうちに楽しんどかないと、大変になったらどうするんですかと。だからなんていうのか、その不安みたいなことに取り憑かれてしまってる人っていうのは、やっぱり取り憑かれてるっていう言い方がやっぱり一番しっくりくるんじゃないのかなと。こう、関係ないと思うんですよね。僕らレベルの市民っていうのは、そういうところにっていうのか。政府を動かすような場所にいる人は、そういうことは真剣に考えるべきだと思うんですよ。ちゃんと考えれる人がっていうのか。僕らこう庶民っていうのは、もうどうすることもできないっていうんですかね。投票とかこう行動することはできるんですけど、それによって何かが変わるかどうかって言ったら、そんな力はないんですよ。だから、僕らはこの今平和だっていうので、今がこう安らかな気分でいられる、何もトラブルが身の回りにも起こっていない。そういう状態であるなら、その状態をもう思う存分味わわないと、もったいない気がするんですよね。陰謀系の情報とかを見ていると、なんかネガティブなことばっかり考えている人が多いというのか、今すごく平和やんと。まあそういうふうにネガティブなことを考えるっていう趣味をやっているのかもしれないんですけど、そういう人たちは。それが僕がサッカー見て楽しんで面白がれるように、その人たちはその不安っていうものを感じることに快感を覚えていて、それで不安にどん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 なっていこうとする人が多いのかもしれないんですけど、僕はそういうの嫌なんですよね。不安な気分でいるのって絶対嫌なので、今がせっかく平和なら、そうじゃないとこの平和っていうものを存分に味わわないと、これを大事にしようって僕思わないと思うんですよ。この平和っていうのがこれだけいいんだっていうことを真剣に味わっていないと、簡単にその平和を捨ててしまいそうなんですよね。だから平和ボケしてるのが一番大事なんですよね。本当は平和ボケっていうのが、この平和っていうのがどれだけ大事なのかっていうのをこう体感するっていうのが、僕は平和を保つには一番大事なんじゃないのかなと。まあちょっとそういうことを考えていました。